2020年9月22日の学内の香港大学学生啓発ブース8月23日不法越境の疑いで関東省当局が1台のモーターボートを打歩始終余命を交流した途中国会計局が国内ソーシャルメディアにおける2020年8月26日付の投稿で公表した発表によるとこの事件が起きた箇所は南シナ海洋上の 香港島から約7 8トル離れた点であったとされる。匿名筋から得た情報をもとに2つの報道機関がこの事件において台湾への途上で総勢12名の人物が交流されこの中の少なくとも10名は香港居民であったと報じ8月27日ガーディアン紙がこれを引用したこの匿名筋によると交流された人物の中には 李坂井健という活動家の姿があった。李はこの事件を遡る8月10日に、香港国家安全法に関わる容疑で逮捕され、後に保釈された人物である。香港刑務所所長である、東日の影響は8月27日に、メディアに対し、すでにこの交流についての報告は受けており、刑務所は、中国当局に対し情報提供を要求しているところであると語った。 中国当局が公表した情報は、黄金者の状況に関する不十分なものに限られている。9月13日、中国当局は黄金者が新選手の塩田交流センターに移送され、強制的な犯罪拘禁下に置かれたと発表した。同日のツイッターの投稿で、中国外交部の報道官である花春明は、黄金者らを中国本土から香港を分断しようとする。 分子であると表現した。当局は公禁者が家族の専任した弁護士と接見することを繰り返し拒否した。公禁当局の主張によれば、公禁者らは公設弁護人による弁護を受け入れているのだが、家族らがこれに反対しているのだという。香港保安局局長であるリノウエ長は時を前後して出した声明において、香港政府は今後も同行への注視を続け、 入居事務所は後勤者の家族らと連携を取りながら援助していくと述べたが一方でこの事件において中国側が自国の方を執行することに対し香港政府は干渉する意思はないこともほのめかした事件後の数週間にわたりこの事件は香港内に留まらず国際的にも関心を集め9月11日にはアメリカ国務長官であるマイク・ポンペオが 記者会見の場で、後勤者らが家族が選任した弁護士と接見する機会がないことと同様、彼らへの福利にも懸念を寄せていると述べている。当初の情報では、関東沿岸警備隊は、リトトウという後勤者2名の性のみを公表したが、その他の氏名に関する情報は示さなかった。南花双方は活動家、リサ健がここで有利に該当すると報じた。フルゲームが、 北京系のメディア分解法から初めて発表されても一部の家族はその正確さに疑念を抱いた。その間に保安局は大陸の保安局から高勤者の年齢が16歳から33歳であるとの通知を受け取ったと言った。10月3日、現在香港では誰も身元を確認していない。3分の1が香港の市民権とポルトガルの市民権を持つ一方で、 高近者のうち二人はイギリスの海外パスポートを所持している。多くの情報が公表されなかったり確証が持てない。ためにこの事件は様々な新聞から推測された。8月23日に打破が起きたが、8月26日まで中国の沿岸警備隊から情報は公開されなかった。8月26日のソーシャルメディアの書き込みで GPS 上の位置やいつ逮捕されたか。 拘禁された香港居住者の数が示された。8月28日に推測される拘禁者についての詳細が匿名の情報源を引用しながら化違法から公開された。ラジオフリーアジアによると逮捕された人々はおそらく違法な国境横断で告発され大陸中国で収監されている。メディアが発表した逮捕された人の名前に香港の民主派活動家があり、 一部は早い時期に香港警察からデモ関連の犯罪で告発され、数とは新しい国家安全維持法により告発された。国営の新聞によると12人は東部香港の最高区のドックを8月23日午前7時頃に出発した。もともと台湾支配の東佐諸島まで行くことを計画し、台湾島の平東が試験まで行けるように船を、 改造したと報道された。中国当局が言うことが事実なら、厳密には中国が所有していないが、隣接地域内の場所である疑わしい GPS 上の場所で午前9時頃に止められ逮捕された。2020年8月27日から28日香港、警察は逮捕に際しての中国当局との協力関係を否定した。香港法案局は、 中国政府から12人の抗金者に関連する情報を受け取ったことを確認した。保安局は家族と抗金者に手を貸すことを約束した。沿岸警備隊が基地を置く省である関東省で公安部と省当局の報道官はさらに詳細を公表することを拒否した。9月1日林低月が行政長官は記者会見で香港政府は香港市民を擁護する 枠割りを演じるが別の司法領域で違法行為が行われれば香港は介入できないと言った。2020年9月4日家族から指名された人権弁護士と思うくらいと任前氏は接見を拒否された。二人は中国当局者が事件を追及するのを思いとどまらせようとしたと報告した。9月13日前日からの後勤者の家族の記者会見が 香港政府の介入と逃亡犯引き渡しの可能性を弁護すると、塩田公金書は初めて公式に12人の公金者が確かに塩田にいることを確認した。その間に花春、明中国外務省報道官は公式にツイッターで違法な国境横断より厳しい表現であり新しい国家安全維持法により罰せられるとする表現で12人の公金者が 中国から香港を分離しようとした犯罪者であると述べた。関連する犯罪が大陸と特別行政区政府の司法権の枠内にあり法の思考を妨げないと主張しながら香港政府は中国の司法権を妨げる立場を取らないと再度断言した。9月19日に井野家町保安部長は無線電子の取材で香港当局は5日後に打法を知らされただけで 香港からは誰も12人に会ってはいないとはいえ12人の抗金者全員の健康状態は良いと認めた。この抗金者は中国から与えられた弁護士をすでに専任していると主張し続けた。ラジオの単独取材で、張建州政務士市長は、香港の入国審査部門と関東省の香港の経済と貿易担当部署が逮捕されてから家族と80回接触していると言ったが、 では携えていると主張した9月26日、香港政府は12人の抗勤者が逮捕されたことを現在是認していると伝える報道発表を行った。中国の刑法によると、通常の裁判手続きに移る前の最長抗勤期間や接見禁止期間、保釈は37日である。9月30日他に動きもなく37日間の 法律上の公勤期間の最終日に12人のうち2人が組織的な密輸の罪で正式に告発され、残りの10人が違法に国境を越えた罪で告発された。10月12日輪、定月が香港特別行政区行政長官は、この日の記者会見で記者から12人を保護する努力について聞かれると、新選手で習近平中国共産党総書記と会うことになったので、 この12人について、もはや話す意思はないことを明らかにした。10月23日現在選挙が延期されているために、北京寄りの議員が多数を占める香港立法会は、次の会合で12人を議題にし、リノイエ庁法案部長と打破された香港居住者について、議論する要請を否決した。10月27日38都市が12人の、後勤者の釈放を要求して関わった。 週末の世界的な12人を救え運動への反応として香港政府と中国政府は国際的な非難と圧力に非常に良心的かつ強固に反論するであろうと述べながら林定月川香港政府の立場を擁護し続けた10月28日事件に詳しい活動家がグループチャットで家族が任命した弁護士少なくとも5人が依頼者のために働くことを止める 要中国司法局の様々なところから口頭で警告されたと語った。先立つ10月22日、家族が任命した弁護士5人が拘禁所を訪れたが、拘禁者には弁護士が2人任命されているとの理由から再び入場を拒否された。家族が任命した弁護士、ロ思モイは、この弁護士は政府が任命したものかもしれないと考えた。 9月12日何の知らせもなく20日が過ぎ、12、家族のうち6家族が政治家、数家なりと、主外的、と金猿の助けを得て、合同記者会見を開いた。家族は、香港政府が、不傷不詳を行った手助けの申し出と家族との、面会を政府が拒否したことを公然と非難した。国際的な人権条項に従うよう中国に、 圧力をかける国際的な支援を要請したことから、中国政府と要求を、香港政府が交渉する手助けも求めた。四つの要求に、抗菌者に適用され安全に、管理された薬を処方することを認め、抗菌者が家族に電話をかけることを認め、中国政府から任命された国選弁護士を拒否し、この人々を公平な真理のために、香港に釈放することがある。 2020年9月12日に家族が行った最初の記者会見2020年9月20日の2回目の記者会見で話す地元主義の活動家、数家なり9月20日、責任のガレをしたんなる申し訳で大衆を孫つかせただけとして後勤者の家族は香港政府を非難し続けた。家族が弁護士を任命したことを逮捕された人々に知らせるために家族は 会場のレーダー位置の明確で精密な証拠と、抗金者の最近の写真を示すよう香港政府に求めた。9月30日数人の議員と共に4家族が請願市に中央政府中香港連絡弁公室に行った。大衆に嘘をついたとして、香港政府を非難し、公安部長と行政の代表者が、抗金者が家族と会えることを認めるよう求めた。 現在までのところ6人の弁護士が事件から手を引き、13人の弁護士が事件を取り上げないよう中国政府から圧力を受け、10人の弁護士が抗金者に接見することを拒否された。9月2日、中国当局による不安定な人権状況と情報の欠乏を引き合いに出しながらスナデンクの議員は、香港政府が12人の抗金者が釈放され、 香港に戻れることを確実にするよう懇願する Google 様式の署名を開始した。同日別の香港市民はアメリカ合衆国にこの事件を意識させる10万件以上の署名を集めるホワイトハウス署名を開始した。ネチズンはソーシャルメディアに中国政府のブラックボックスの運用の認識を広めることを願ってハッシュタグ西部12ハキスを開始した。 12人の後勤者を支援する2020年9月23日の砂原区議員の街頭ブース9月を通じて100名を超す区議会議員がこの12人に対する意識を高める街頭ブースを設置した。警察はしばしば干渉した。9月22日の早朝に香港大学の学生が事件を認識させ指示派が空きを集めに大学校内に戻るためにブースを設置した。 10月1日に香港居住者が毎年の中秋祭を祝ったために、区議会議員と様々な民主派団体は、公勤者への支援を言葉に表す街頭ブースを設置した。10月2日に香港の支援者数人が12人を守れというネオンサインを示しに象徴的な香港の山頂である獅子山の山頂にたどり着くために2時間かけて登った。 中国の共産主義が絶滅し12人が無事に戻れるよう神に祈ろうと大まかに訳せるこのメッセージ持ち点滅中共緩和が12は未包みで2020年10月13日に掲げられた10月7日に抵抗用垂直バナーが違法な抗菌12人の釈放の極とともに九龍山頂に掲げられたその間に香港市民は ポスターやバナーを掲示することで関心を示し続けた。Facebook で同時中継された10月25日の12人の香港の若者を救おうに関心のある団体による事実上のデモは約32万人が主張した。冒頭の声明で活動家、スーイエナリは香港当局が香港人を中国に送ろうと大陸の協力者と共謀したことを示唆した。 先立つ10月6日に、香港の林定月が行政長官は、香港警察が妨害に関わるように指示していた。ポルトガル・マカオと香港を担当するポルトガルの総領事は、名字が核という後勤者の一人がマカオに関連するポルトガルの市民権を持っていることを確認したが、領事官は核に対する法的ではない人道的な援助を行うだけであることを強調した。 アメリカ合衆国9月12日、マイク・ポンペオアメリカ合衆国国務長官は状況に対して重大な有料表明し、香港居住者の権利の擁護と刑事手続きを当局が保障することを求めて、林定行政長官の表明する関与を質問した。翌日、モーガンを疑スアメリカ合衆国国務省、報道官は逮捕は香港の人権状況が悪化している。 別の例であるとツイートし、中国に刑事手続きを保証するように要請した。10月13日にマイク・ポンペオアメリカ合衆国国務長官は、犯罪を犯していないが伝えられるところでは、台湾に向けて香港を脱出している間に、中国に拘束されたと言いながら事実上の受賞演説で12人の香港居住者を擁護した。香港の民主派活動から関佐都氏は、 香港の政治的自由のために引き続き支援が受けられることで意義を称賛し中国の権威主義に抵抗することを自由を愛するすべての国に求めた。台湾2019年7月の香港7.1衝突以降香港から台湾に脱出した多くの抵抗者が後に香港に戻る一方で200名を超える活動家が2020年6月現在台湾に止まっている。 ボートで来て台湾で難民申請をする香港居住者についてメディアに聞かれると台湾のソサダマサ首相は政府は香港からの人々に対して心配しているが香港人民を助けることに関しては明らかにできない個別の事例であると述べたイタリアイタリアの民主主義擁護の政治団体イタリア求進主義者は50日間中国の沿岸警備隊に逮捕され 石鹸不能の12人の香港居住者への認識を高めるためにイタリア全土で10月12日から12日間の行事を行った。加えて会員は公金に抵抗するために12日間のハンガーストライキを開始した。イギリス12人の推定される公金者のうち4人は在外英国国籍のパスポートを所持している。10月13日、イギリス議会は 香港に関する討論を行った。ナイジェル・アダムス議員は、イギリス政府がすでにこの4人の権利について、中国政府と連絡を取っているとはいえ、中国政府は中国が二重国籍を認めていないために、絶対にイギリス領事の接見を承諾しないし、部の権利者への領事の支援は、香港やマカオ、大陸中国では承諾されていないと述べた。10月21日、 60名を超す議員は12名の活動家を釈放するように林定月がと中国の関係者に圧力をかける外交上の優先事項とするようドミニクラーブ外相に要請した。ネチズン2020年10月1日の中国の祝日のロンドンの中国大使館前のデモ2020年10月1日にデモ隊が12名の後勤者の釈放を要求する看板を持って ロンドンの中国大使館前に現れた。10月上旬からスウェーデンの気候活動家、グレタ・トゥーンベリーや芸術家、風刺画家、権利活動家のバディウザオのような様々な国際人士がソーシャルメディアで12名の後近者への認識を高めるのを助ける西部12ハキスを掲げた。運動は人権組織香港観察により始められ、 この黄金を大陸で出廷させるために民主派活動家を創刊するのが一般化するなら影響を与える香港の分岐点となる事例と名付けた。10月23日から25日にかけての週末に世界の30を超す都市が市民や地元政府にこの12名の黄金者を認識させる支援行事を行った。2020年10月24日のロンドンでの連合行事で演説する。 民主派活動からかん、佐藤市中国の沿岸警備隊は逮捕した GPS 座標を公表したが、その場所が中国領内であることを指示する別の確かな証拠はない。香港警察は中国の沿岸警備隊が香港水域に入った確証はないと述べたが、香港の弁護士と接触した一部の香港の漁師は、逮捕が香港領域で行われるのを目撃したと言った。 香港に国際的に尊重される司法制度がある事実に照らせば中国に国際的に証拠書類で立証される人権侵害があるこの12名の抗菌者の扱いは多くの人が重大な憂慮をしているこの人々が30日を超える抗菌期間を過ぎて現在逮捕されていてもいつ基礎と審理が行われるか明らかな気配はないしたがって この不明確な状況は、長期習慣と終わりなき曖昧な人権戦になるかも、しれない。大広報は8月29日のオンライン版出来という、聖の台湾の牧師と共同で、香港の聖職者、主要名が、脱走未遂を支援したという記事を発表した。同じ手法で発表した返答で主はこのことを否定し、話を故意に捏造したと新聞を攻撃した。9月20日、 二人の家族が逮捕された1日後の8月24日に別々に息子が行方不明になったと伝えに警察署に行ったことを記者に明らかにした。行方不明者の報告は警察に受理されなかったとはいえ逮捕の2日後だが報道が明らかになる3日前に記録がどのように得られたか質問しながらある警官は行方不明者の携帯電話の記録を家族に示した。別の家族は公禁場所が メディアから報じられる1日前に息子が現在エンデンクで拘禁されていると言われた。10月5日、政府飛行サービス隊が言われるところでは逮捕前にボートを探知していたことが報じられた。飛行探知サイトフライテウェアのデータによると GFS に属する飛行機が8月23日午前4時19分に香港国際空港を離陸し12人が 最高区を出発したとされる午前7時まで最高区周辺を旋回した。飛行機は12名の高勤者が東南の香港国境を越えたとされる時刻とも一致する午前7時30分に東南の香港水域に向かった。単文号議員は飛行士としても働いていて GFS の飛行機がボートの探査を行っていてスピードボートの情報を大陸に伝えていたかもしれない。 可能性が非常に高いことを指摘した。人民の小さなことが、香港政府を中傷し警察を攻撃しあれこれと、鉄造する、いかなる機会にも音を上げなかったと述べながら、林定月が行政長官は12名の妨害に、香港警察の関与を採決していた。ありがとうございます。